日本共産党の赤嶺政権です。今日は、米軍普天間基地問題について、質問をいたします。安倍内閣は、2012年、政権発足以降、沖縄県民の意思を踏みにじって名護市辺野古への新基地建設を推し進めてきました。2年前の2013年1月沖縄県内の全41市町村議会県議会経済社会団体の代表が上京しオスプレイ配備の撤回普天間基地の閉鎖撤去県内移設断念を求める建白書を政府に提出いたしました。ところが政府は同年3月新基地建設に向けた埋め立て申請書を沖縄県に提出をいたしました。その後政府自民党本部による圧力の下で11月には県選出の自民党国会議員5人が石破幹事長とともに記者会見を行い県外移設の公約を覆し辺野古移設容認へと立場を変えました。年末には沖縄県の中井間知事が県民を裏切り沖縄振興予算と引き換えに埋め立てを承認いたしました。これでいい正月が迎えられるという中井間知事の発言に県民の激しい怒りの声が巻き起こりました。こうした公約違反裏切りに対する県民の意思が昨年1年間の選挙を通じて明確に示されました。1月の名護市長選挙で辺野古の海にも陸にも基地は作らせないという立場を貫く稲嶺市長が再選されました。9月の名護市議選でも稲嶺市長を支える与党が過半数を占めました。11月の県知事選挙では新基地建設の是非が正面から問われる選挙となり尾長候補が10万票の大差で当選をいたしました。同じ日に行われた県議補選でも名護と那覇で新基地建設反対を掲げるオール沖縄の候補者が当選をいたしました。そして先月行われた総選挙で沖縄1区から4区までのすべての小選挙区で私を含めてオール沖縄の候補者が当選をいたしました。総理に伺いますが新基地建設反対普天間基地の閉鎖撤去を求める県民の意思は疑いようのない形で明確に示されたと思いますが総理はどう認識しておられますか。安倍内閣総理大臣。選挙結果につきましてはいずれも真摯に受け止めたいとこのように思います。しかしこの機会に申し上げれば最も大切なことは住宅や学校に囲まれ市街地の真ん中にある普天間の固定化は絶対に避けなければならないということでありまして、これが大前提でありかつ政府と地元の皆様との共通認識であると考えています。辺野古への移設は米軍の抑止力の維持と普天間の危険性除去を考え合わせたときに唯一の解決策でありこの考え方には変わりはございません。これは現在の普天間を単純に辺野古へと移す計画ではないわけでございまして今までご説明をしている通りですねこの普天間現在の飛行場は3つの機能を有しているわけでありますが第一にオスプレイの運用機能第二に空中給油機能運用機能第三に緊急時に外部から多数の航空機を受け入れる機能でありますが辺野古に移るのはオスプレイなどの運用機能のみでございまして空中給油機についてはこれは18年越しの課題であったのでございますが昨年8月に15機全機山口県の岩国基地への
移駐が完了したところでございまして、オスプレイの県外訓練等も着実に進めているところでございます。また面積について見てみましても、辺野古に埋め立てる面積は全返還面積の3分の1になるわけでありまして、大幅に減少するわけでございます。まあ、騒音についてもですね、大幅に軽減されるわけでありまして、まあ、現在は住宅防音が必要となる地域に1万以上の方々が居住をしているわけでございますが、移設後はですね、このような世帯はゼロになるわけでございまして、騒音の値は居住専用地域に適用される環境基準を満たすことになるわけであります。まあ、これに加えまして、万一航空機に不測の事態が生じた場合は海上へと回避することで地上の安全性が確保されるわけでございますので、こうした観点からですね、我々としては辺野古への移設、沖縄の負担軽減に十分資するものであるとこう考えております。委員長、赤嶺君。まあ、今の答弁は、総理の決まりきった、これまでの説明の繰り返しで、あります。県知事選挙前も同じような答弁をされておりました。空中給油機は岩国に移住したと言いますが、今でも普天間基地に飛来して、訓練を継続しております。防音工事の対象世帯がゼロになると言いますが、今もオスプレイはキャンプシュアブ近くの国立高専やあるいは集落の上空を飛行しています。そういう政府の決まりきった答弁、政府のごまかしの答弁にノーを突きつけたのがこの間の県知事選挙であったわけであります。もう総理の答弁というのは破綻してるんですよ。で、こう総理は選挙結果を真摯に受け止めると言いましたが、総選挙翌日の記者会見でも同じことを言いました。真摯に受け止めて、この1ヶ月半総理は具体的に何をしたんですか。安倍内閣総理大臣。まあ、ただいま申し上げたのはですね、まあ、事実を申し上げているわけで、まあ、ございます。事実、まあ、空中給油機については、岩国に前期移住したわけで、ございます。まあ、確かに沖縄にも飛行しているわけでありますが、今までとはですね、全然これは飛行回数は違うわけでありまして、この実績を見れば一目瞭然だろうと、こう思うところで、ございます。そういう意味におきましては、まさに普天間基地の辺野古への移転というのは危険性除去にもかなうものでございますし、騒音につきましては先ほど申し上げましたように1万世帯が防音の設備をしなければならないという状況がゼロになるわけでございますし、また危険性、まあこの緊急回避する場合にですね、まあ、海に出ればいいということになれば、これ相当危険性の除去につながっていくわけでございますから、そういう意味においては一日も早く移設を進めていくことがですね、いわば辺野古の普天間の危険性の除去につながっていく、そういう観点からですね、これから地元の皆様にしっかりと丁寧に説明をしていきたいとこう考えているところでございます。委員長、赤嶺政権君。総理は今岩国に移転したから、しかし沖縄で訓練はしているということをお認めになりました。訓練の回数は減ってるじゃないかというお話でしたけれども、米軍再編ロードマップでは岩国に移転したら沖縄では訓練することになっていなかったんですよ。なっていなかったのに今訓練し始めている、これ自身が重大であります。その、常習経路についてもですね、米軍自身がこれを守るとは限らないと、運用の都合上外れることはあるというのを政府が沖縄県に出した埋め立て申請書の中に書かれているんですよ。それ総理読んでないんですか。総理はですね、同じような答弁を繰り返しながら、結局総理がやってきたのは基地建設の再開でありました。1月の15日に政府は抗議活動を続ける県民を
強制的に排除してボーリング調査に向けた会場での作業を再開いたしました。これは真摯に受け止めているという態度ではありません。民意と関係なく問答無用で基地建設を強行する、それが総理のやっていることではありませんか。総理。安倍内閣総理大臣。先ほど申し上げた経緯130のですね、岩国へのこれ移住によって周囲に住宅や学校等が密接している普天間飛行場には少数の連絡機を除いて固定翼の航空機はいなくなったわけでございますし、軍人軍属および家族合わせて約870名が沖縄県外に転出することになりました。また KC130 の普天間飛行場における月平均の発着陸回数はですね、移住前の平成25年度は154回でございましたが、移住後の平成26年の9月から同年12月までは34回となっておりまして、154回から34回、顕著な減少が見られることは明確であろうとこのように思うわけでありまして、KC130 の普天間から岩国への移住は確実に沖縄の負担軽減に資するものであるとこのように思います。同時にですね、同時に今回この米軍再編に伴いまして、日米間で7年越しの課題でございました嘉手納以南の返還計画についてもですね、日米首脳会談でオバマ大統領に調節問題を提示しまして日米合意することができたのでありますが、これによって沖縄県の人口の大半が集中する沖縄本島中南部の人口密集地域に所在する米軍基地についてはですね、面積にして約7割が返還されることになります。実際に本年3月には西普天間住宅地区が返還予定でございますので、しっかりとこれは実現していきたいとこのように思います。また昨年の10月にはですね、負担軽減に関して日米両国で共同発表を行ったところでございますが、その中で日米地位協定の環境補足協定の実質合意を達成することができました。地位協定についてはですね、これは赤嶺議員もご承知のとおりでありますが、なかなかこれ指一本触れられなかったのでございますが、今回まさに初めて地位協定に係ることとしては初めて合意ができたわけでございまして、従来の運用改善とは異なりまして、国際約束の形で得たこの成果は日米地位協定の締結から54年を経て初めてのものでもあるわけでありまして、このように安倍政権としては言葉ではなくて結果としてしっかりと実績として出していきたいとこう考えているところでございます。委員長。赤嶺政権組。総理は質問されてないことにまでわたっていろんな答弁をしておりますが、丁寧にたっぷりとつっても時間には限度がありますからね、だから、私の聞いたことに答えていただきたい。いわゆる辺野古の新基地建設にはノーという答弁をノーという審判を出した、選挙で出した、総理は真摯に受け止めると言った、真摯に受け止めると言いながら工事を再開している、これは真摯に受け止めていないということではありませんか。言葉よりも実態が示したのではありませんか。安倍内閣総理大臣。先ほどなぜ私どもがこの普天間から普天間基地をですね、辺野古へ移設させるかと、その必要性について、そして他に道がないということについてご説明をさせていただいたところでございます。同時にですね、選挙の結果を真摯に受け止め、こうした私どもの説明が十分に県民の皆様に伝わっていないのは事実でございますので、丁寧にこれから地元におきましてもご了解をいただくべく努力を誠実に重ねていきたいとこのように思っております。委員長。赤嶺政権君。総理、選挙の結果の意味がですね、まだ十分に、ご理解、できてないようであります。住宅地に囲まれた普天間基地を一刻も早く閉鎖
返還すべき、これは当然のことですよ。普天間の返還がいつまでたっても実現しないのは、政府が移設条件付きにしがみついているからに、他は、なりません。戦後70年間米軍基地に苦しめられてきた沖縄で、なぜ新たな基地を作らなければ、ならないのでしょうか。辺野古の新しい基地は200年先まで使えるようにすべきだというのがアメリカ側の方針です。一体いつまで沖縄は基地と隣り合わせの生活を続けなければならないのか。普天間は辺野古に移すのではなく、なくしてほしい。子や孫の代まで基地の苦しみを残したくない。それが選挙で示された県民の思いであります。今回の県知事選挙では、普天間基地のある宜野湾市で尾長候補が中今候補を3000票近く上回りました。総選挙では6000票以上の差を照屋監督さんが差をつけて当選をいたしました。宜野湾市民だって普天間基地の閉鎖撤去を願っているけれども、辺野古に移してほしいという、そういう意見ではないということが、知事選や総選挙の結果でも見事に示されているわけです。総理はそういう意味をですね、普天間は閉鎖してほしい、だからといってその危険を辺野古に移すようなことは沖縄県民望んでいない、こういうような意味をですね、総理は重く受け止めるべきであります。しかも総理はですね、この間尾長知事に、会ってもいません。繰り返しの面談を求められても会おうともしない。菅官房長官は、中今知事の時は大事な政治判断が必要だった、必要があればお会いするが、現時点では副長官でお願いしていると述べております。新基地建設反対の民意が示されたにもかかわらず、基地建設を再開する、これは大事な政治判断ではありませんか。立場は違ったとしても、有権者の負託を受けて当選した県知事であります。まずは会って話を聞くのが当たり前の対応ではありませんか。総理はなぜ会わないんですか。安倍内閣総理大臣。まずこの法、普天間飛行場のですね、移設についての、この経緯でございますが、これはご承知のように、普天間飛行場については、平成8年、4月に沖縄の皆様の強い、要請を、要望を踏まえて、当時の、橋本龍太郎総理が、モンデル駐日米国大使と会談を行い、沖縄県内に代替施設を建設することを、前提に、全面返還することで合意をしたわけでございます。これが日米の合意であります。そしてその中において、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増している中、在沖米、海兵隊を含む、在日米軍全体のプレゼンスや抑止力を低下させることはできないこと、また東アジアの各地域に対し距離的に近いといった沖縄の地理的優位性、また陸上部隊、航空部隊、後方支援部隊等を統合した組織構造を有し、優れた機動性、即応性を備える米海兵隊の特性を損なうことはできないこと、普天間飛行場の危険性を一刻も早く除去する必要性などを総合的に満たしうるのは辺野古しかないとの結論に至ったわけでございます。そういう意味で先ほど私は辺野古しかないということを申し上げさせていただいたところでもございますし、平成8年に日米合意がなされていて、この合意のもとに米軍は、米国はですね、普天間の全面返還に応じたという経緯があるということは申し上げさせておきたいと、申し上げさせていただきたいとこう思うところでございます。また
まあ、尾長知事との面会についてでございますが、まあ、総選挙、そして組閣また総選挙等々がございましたので、今まで私自身、またあるいは官房長官も面会する機会はなかったのでございますが、しかし政府としてはしっかりと対応してきているところでございます。今後また、政府としてさまざまな取り組みについて、まあ、連携を深めていく中において、政府として対話の機会が設けられていくものとこのように考えております。いずれにせよ今後ともですね、さまざまなレベルで対話を行い、理解を深めていく、求めていく努力をしていきたいとこう考えているところでございます。中身君、沖縄の人たちが去年1年間必死に自分たちの民意を示してきた。しかも疑いようのない民意を示す選挙戦で全部勝利をした。その県民の民意よりも日米間の合意があるからといって辺野古を押し付けようとする。一体アメリカや日本というのは民主主義の国なんですか？民主主義があれば民意を尊重するというのは当たり前じゃないですか。そしてその民意によって選ばれた知事とですね、大きな変換が起こってるわけですから、転換が起こってるわけですから、直ちに会うというのがこれも筋道じゃありませんか。今の対応で足りているということには納得できません。尾長知事は今月の26日、前の中島知事が行った埋め立て承認は違法性が疑われている、瑕疵があるということで、これを検証するために第三者委員会の設置を発表しました。政府に対し検証作業中の工事の中止を要請をいたしました。ところが総理は本会議で詳細を承知していない、このように述べております。コメントは差し控えたいと答弁なさいました。詳細を承知していないというのであれば、直接会って説明を聞けばいいのではないですか。面談に応じるべきではありませんか。安倍内閣総理大臣。防衛省に対してはですね、第三者委員会で検証を行う旨の連絡が あったと、まあ、報告を受けているところでございました。その具体的な内容はですね、まあ、政府としては、まあ、承知をしていない。まあ、ですからそのように申し上げたわけでございまして、県内内部の取り組みであることから、まあ、いずれにせよですね、これは県内内部の取り組みであることから、詳細については承知をしていないと、まあ、このように申し上げたところでございます。委員長。赤嶺君。第三者委員会というのは4月にも検証を結果をまとめる見通しであります。瑕疵があるとの結論になれば埋め立て承認の取り消しになります。瑕疵がない場合でも辺野古の基地は作らせないという私の政策は変わらないと尾長知事は発言をしております。そうなれば承認の撤回ということになります。いずれにしても工事は止まるんです。ところが今辺野古では長さ300メートル、幅25メートルとも言われる仮設桟橋まで建設しようとしています。そのために2万立米以上、ダンプトラックにして5000台分の石材を投入する計画と言われています。沖縄防衛局はボーリング調査が終われば撤去すると説明していますが、なぜ調査のためにそのような巨大な構造物が必要なのか、事実上の埋め立て工事ではないかという声が上がっています。防衛大臣に伺いますが、そのような工事を計画しているのではありませんか。中谷防衛大臣。その前にですね、第三者委員会について、先日26日に挙げた副知事が、
防衛施設局を訪れまして、この間の見合わせの配慮を求めたということでございますが、この埋め立て申請につきましては、公有水面埋め立て法に基づく審査を経て、沖縄知事から承認をされておりまして、これらの手続きはすでに関係法令によって適正に行われたものだと考えております。また、桟橋、仮桟橋の建設におきましては、この調査等の工事に必要なものであるということで、それに基づいて実施をいたしているところでございます。委員長、赤嶺君。ボーリング調査のために、巨大な構造物を作る、これは、ボーリング調査に名を借りた、実際の埋め立ての開始ではないかと、そして一方では、検証をすれば、前の中井町知事の埋め立て承認の瑕疵が見つかる、あるいは瑕疵がなくても、あの工事は、あらゆる手段を使って止めたい、いずれ工事は止まるんですよ。いずれ工事は止まるという状況の中で、仮設桟橋、巨大な構造物です。これを作るのは、絶対におかしいと思いますけども、いかがですか、防衛大臣。中谷防衛大臣。当該桟橋等は、調査が完了すれば撤去する予定としておりまして、本体工事に使用する計画は有していないことから、当該桟橋の着工をもって埋め立てに当たる、あるいは変更の埋め立て承認が必要というご指摘は当たりません。委員長。赤嶺君。ご指摘が、当たらないということでしたが、あまりにも乱暴ですよ、今の巨大な構造を作るのはですね、まだ乱暴なことがあるんです。昨日の地元紙、今日の地元紙も報道されておりますが、防衛省はボーリング調査を始めました。そのボーリング調査による環境破壊が発生していたことが明らかになりました。現場海域ではフロートが設置されておりますが、そのフロートを海底につなぎ止めておくための重さ160キロのアンカーが、サンゴを損傷する被害を出していました。昨年10月の台風19号の時です。248個あったアンカーのうち、120個はどこにあるかもわかりません。ところが、政府は被害の状況も再発防止策も何も明らかにしておりません。海上での作業は継続したままです。沖縄防衛局には環境監視等検討委員会が設置され、こういう事態が起きたときにこのような問題も話し合うことになっていますが、そこでどういう議論が行われているかも明らかにされておりません。まずは作業を注視して被害状況や委員会での議論、再発防止策を明らかにするのが当然ではありませんか。中谷防衛大臣。昨年、台風19号が参りまして、沖縄県に大変な被害をもたらしたわけでございます。で、この地域におきましても、調査をした結果ですね、V、フロートのアンカー248個のうち、120個の箇所の存在が確認ができなくなってしまいました。また同アンカーのものと思われる36本の痕跡が確認をされておりますが、やはりこういった被災状況を踏まえまして、アンカーが流れないようなその重量を増やすという措置など、今後の台風の接近に備えて、こういった対応、また事前にブイを上げるなどの処置を行ってまいりたいと思っているわけでございます。また第三回の環境監視委員会でお諮りをしたところで、ございますが、この内容等につきましては議事等をまとめている段階でございますので、しかるべき時期に公表はいたしますけれども、現時点においてお答えすることは差し控えさせていただきます。委員長。赤嶺君。台風19号の、直後にですね、アンカーがサンゴを傷つけている写真を持って、私は市民団体と一緒に
沖縄防衛局長に会いました。沖縄防衛局長は、これがアンカーによる傷であるかどうかまだわからない、調査の上で環境監視検討委員会の専門家の意見を聞いて公表するというのがまだ公表されていないんですよ。あなた方は、いや、あの時のアンカーよりもより大きく重いアンカーをね、設置すれば今度は大丈夫だという素人考えじゃないですか。こういう判断について環境監視検討委員会の意見をちゃんと聞きましたか？専門家の意見を得てそういう判断したんですか？この間より重いのを作ればですね、サンゴを傷つけないというのは、こんな素人判断でやるのおかしいじゃないですか。だから今、重たい大きなアンカーを海底に下ろしてボーリング調査をするのは中止して、専門家の意見を聞くべきだと言ってるんです。どうですか？中谷防衛大臣。台風の結果につきましては、本年の1月6日に開催をしました環境監視委員会で議論をいたしております。現在沖縄防衛局において討議内容の確認を行っている段階でございますので、その指摘に対して調査を行いまして、必要な作業が終わり次第この調査結果も合わせて公表してまいりたいと思います。委員長。赤嶺君。ですから、調査結果がまだ出てないうちに、次は大きなトンブロックをアンカーにすれば大丈夫だというような考え方は安易であります。何のために環境監視検討委員会を置いたか、そういう工事の際にも環境の保全をきちんとやっていくんだと、専門家の意見を聞きながらやっていくならいくから大丈夫だとおっしゃっていたじゃないですか。なんで今そういう検討委員会の意見も聞かないで、ああいう大きなトンブロックのようなアンカーをどんどん海底に投げ込んでるんですか。工事中止すべきではありませんか。専門家の意見を聞くという手続きを取るべきではありませんか。防衛大臣。中谷防衛大臣。1月6日に、この環境検討委員会で、この点の、ご指摘がありました。これにつきましては調査をして、まとめているわけで、ございますが、現時点におきまして環境等の問題につきましては定められた基準の範囲内で実施をしているところでございます。委員長。赤嶺君。強くですね、中止を求めていきたいと思いますが、海の中には、そういう専門家の意見も無視した工事の強行、そして、去年1年間民意が示されたにもかかわらず辺野古が唯一の解決策だと言って聞かない総理の態度、これに対して、抗議の声が起こるのは、当然であります。県民は、絶対に、屈しないという立場で新基地建設反対の抗議闘争に立ち上がっています。そこで、国土交通大臣に、伺いますが、今会場でもキャンプシュワブのゲート前でも民意を無視した、基地建設の強行に反対して何百人もの県民が駆けつけ抗議行動を続けています。バスに乗って普通の市民が駆けつけ座り込みに参加したり、時にはカチャーシーを踊ったり、粘り強く抗議活動や説得活動を続けております。私のような、他の国会議員やあるいは全県の地方議員も何度も足を運んで、おります。ところが今現地で問題になっていることがあります。海上保安庁による警備のあり方です。時には15隻もの巡視船が沖合に停泊をしています。なぜこれほどの警備体制が必要なのか、まるで水平線に巡視船が並んで見張っている沖縄戦のようだと、こういう感想を漏らすお年寄りも少なくありません。米軍基地の中に海上保安庁は拠点を設けて、米軍基地の中から出てきて
抗議活動に威圧をかけるというやり方を繰り返しております。海上保安庁はいつから米軍や防衛省の警備員になったのかという声が現地からも上がっております。海上保安庁は何のためにあの海域に出ているのですか。太田国土交通大臣。工事が船が あるいは工事のものが入るということの中でのいわゆる現場海域のにおける安全ということを最優先に考えるというのが私たちの姿勢でございます。普天間飛行場代替施設関連事業に関して、そうした事故にならないようにと、これは陸上でもそうですが、工事があったところで、事故等が起きやすいということがありますから、それらについて法令の遵守の観点から適切に対応していくという姿勢を取っている。そして、私もですね、そうしたことの過剰警備というようなことのないようにということで、海上保安庁に対しては平素から、しっかりと伝えているところでございます。委員長。赤嶺政権。安全確保と法令の履行が目的だとこういうことですが、逆に海上保安庁による警備活動によってけが人が続出しております。資料を今日1枚配布いたしました。これを見ていただきたいと思いますが、23日付の地元紙の新聞記事のコピーです。今月の20日、映画監督の影山麻子さんが抗議船に乗船し、海上作業の様子を撮影していました。そこに海上保安官が乗り込んできて、影山さんに馬乗りになって左足で押さえつけて、影山さんのカメラに手を伸ばして執拗に奪おうとしています。海上保安庁は海中転落の恐れがあり危なかったからだと説明をしていますが、この写真を見て大臣どのように思われますか。太田大臣。どう思ったかというよりは、今女性に馬乗りになって、海上保安庁官の対応によって市民との衝突が多発して怪我人が出ているというような報道があったりいたします。海上保安庁におきましては、現場海域の安全確保と法令の遵守の観点から適切に対応しておりまして、そのような事実は確認をされていないという報告を受けています。この写真にある件に対しまして、これは動揺するこれ動くですね、小型船のヘリにいた女性の身体を保持するための行為であると、このような報告をいただいております。それは現実にそういうことのようでございます。委員長。赤嶺君。国交大臣ね、この問題では海上保安庁が認識の過ちを認めて私に謝罪したことなんですよ。その法令遵守だとかですね、そういうことで間違いなくやってると言いますが、私はこの写真最初は一枚だったんです。で、最初は一枚だったからいろんなことを言いました。今の大臣の答弁とは違う答弁をしていたんですよ。つまりですね、ここでは女性をまたいで、船体後部へ通り抜けようとしただけだと説明をしました。つまりは船長のところに行こうとしてこういう場面が、できていたと、一瞬のことだと言いました。そしたらですね、メディアは連続写真を発表したんです。連続写真を発表したら、女性の前を通って後方部に行こうとしているどころか、女性の後ろから左足を肩にかけて、まさに馬乗り状態で、手はカメラを取り上げようとしているんですね。
そして顔が、ちょっと横向いているのは船長が激しく抗議しているから横向いているだけの話であってですね、これは明らかに馬乗りになって、そして映画監督のカメラを取り上げようとしてやった。大体ですね、船に乗り込んでいる人が危ない場合に第一義的にこれは危ないからやめなさいというのは船長の役割であり、海上保安官がやるとしたらその船長の役割を無視して船に飛び乗って襲いかかっていくのが海上保安官の役割ですか。これは明らかに乱暴なですね、過剰警備、乱暴な行為じゃないですか。これはどうですか。太田大臣。当然、そうした危ない行為はしないようにということについても忠告はしながらの、そうした現実が起きたということでありますが、写真の見方であろうと私は思います。あくまで動揺する小型船のヘリにいた女性の身体を保持するということが、この写真の行為であるという報告を受けております。委員長。赤嶺政権大臣、船に乗っている人が危ないことをしたときに注意をする役割は船長が第一義的に持ちますよね。そしてあなたが乗っている船であの人が危ない行為しているから止めなさいというのも船長に対して言うべきですよね。これは突然女性に襲いかかっているんですよ。どうですか、手順間違っているんじゃないですか。太田大臣。常に現場のことでありますので、どういう状況でどういう形でなったかということについては十分承知はしておりませんが、常に遠くにそうした方たちがいるときでも入ると危険であるということについては常に警告をしているというのはまず前段階で当然なされていることだと承知しています。委員長。赤嶺君。これは立ち入り禁止区域の中で起こっている行動じゃないんです。立ち入り禁止区域の外で抗議活動をしている人たちに対して海上保安官がこのような形で襲いかかっているというものであります。大臣に、強くですね、海上保安官による過剰で、暴力的な、警備活動をやめさせるよう強く求めたいと思います。そもそもですね、海上保安庁が海難事故での救命活動や離島の休館輸送など大事な役割を果たしていることは県民の間でもよく知られています。ところが今回の件で海上保安庁に対する信頼が失われています。極めて残念だという声も現場の抗議闘争をしている人たちの間からも上がっております。このようなですね、乱暴なしかも抗議運動を抑えるような乱暴なやり方は警察でも海上保安庁でも絶対にやってはいけない、こういう声でですね、決して県民は抗議行動を諦めることはないということを申し上げて、おきたいと思います。次にですね、質問を環境アセスの問題について、聞いていきたいと思います。まあ、防衛大臣も先ほどは、法令に従って、埋め立て許可をもらったんだという、答弁がありました。本当に法令に従ったやり方であったかどうか、これは検証の必要があります。政府は、総理にまず伺いますが、政府は前知事から埋め立て承認を得たのだから法令に基づいて、粛々と進めると繰り返し発言をしておりますが、総理は辺野古の新基地に関して行われた環境アセスは、適切なものだったという認識ですか。安倍内閣総理大臣。政府としてはですね、当然法令に基づいて、プロセスを踏んで作業を進めていく、これは当然のことだろうと思います。委員長。赤嶺君。環境アセスの手続きというのは方法書や、準備書や、評価書という、段階を踏みながらそれぞれの段階で、自治体や住民の意見を反映させながら、進められて、いきます。そもそも、防衛大臣を伺いますが、なぜこのような
手続きを踏むことになっているのか、どういう認識をお持ちですか。中谷防衛大臣。はい、辺野古の方の埋め立てを決定したのは平成14年でありまして、もう10年近くなってまいりますが、この間防衛省としましては時間をかけて丁寧に沖縄県側と接触をし交渉してまいりました。でそういった手順の中で環境影響評価でありますが、平成23年の12月に公有水面の埋め立て、平成24年の1月に飛行場及びその施設の設置の環境影響評価書の送付、そして同12月に補正後の評価の送付、環境影響評価書を送りまして、平成25年の3月にこの公有水面埋め立て承認認願書、認めてもらう書を提出をいたしまして、法律に基づいて、手続きを進めているところでございます。委員長。赤ビル君。環境アセスが方法書や、準備書や評価書という、段階を踏んで慎重な、手続きを取っていく、これは、科学的で客観的な調査を行い、適切な環境保全措置を取るためにそれぞれの調査の段階で自治体や住民や専門家の意見を聞く制度になっているわけです。ところが辺野古の環境アセスはこの制度の趣旨を無視した大変乱暴なものでした。方法書で調査方法を示して住民や専門家の意見を受けて調査方法を確定すべきところを辺野古の場合は方法書の提出の前に政府が事前調査と称してアセス手続きとは別の環境調査を行いました。防衛大臣、その事実は、確認できますね。中谷防衛大臣。この問題は防衛式那覇の防衛施設局がですね、沖縄県と随意話し合いをしておりながら進めておりまして、まず平成19年の8月から24年の12月までのこの環境影響評価にかかる手続きの中で県知事から6回の意見をいただきました。で適切に評価の内容に反映をしていると考えております。そして25年の3月にこの承認願書を知事に送付して12月に承認を受けるまで防衛施設局へ4回質問がありましたが、これも適切に誠実に回答を行ったわけでありまして、十分に時間をかけて沖縄県からのご意見を聴取する手続きを踏んでまいりました。委員長。赤嶺君。中谷大臣、今のお答えは私の聞いたことではないんです。私のさっきの質問は、方法書の手続きに入る、これは環境アセスの手続きの最初の段階です。その最初の段階に入る以前に、防衛省は手続きを無視して事前の環境調査に入っていた、これは間違いないですねということであります。中谷防衛大臣。もしそうであれば沖縄県から認めはいただけなかったと思います。きちんとそういったも面も含めまして説明をし手順を踏んで沖縄県から認めていただいたというふうに認識しております。委員長。赤嶺君。そういう乱暴なやり方があったにもかかわらず埋め立てを承認したということで中井町知事は知事選挙で県民から不信任を受けたわけであります。でその事前調査というものについて防衛省どういう態度を取ったか、これは海上自衛隊の掃海母艦まで出動させて強行した環境調査でありました。専門家が
当時厳しく指摘したのは調査方法がデタラメだということでした。サンゴの産卵状況を調べるための機材が設置されましたが、その機材がサンゴを破壊していたのが発見をされました。ジュゴンの生息状況を記録するためのビデオカメラは、ジュゴンの通り道を塞ぐようにして112箇所も、設置をされました。ジュゴンを追い払った後で圧雪調査を行い、付近にジュゴンは生息していないと結論づけるものでありました。これに対しても厳しい専門家の指摘がありました。乱暴な方法で海域を攪乱してしまったわけです。アセス法違反、史上最悪のアセスという厳しい批判が相次ぎました。防衛大臣、重ねて聞きますが、環境アセスの手続きを踏まないで事前調査をやり、軍艦まで辺野古の海に派遣してサンゴの調査だとか、あるいはジュゴンの調査だとかやった、追い払った後にジュゴンがいないということをやった、そういうのはあまりにも環境アセスの手続きを踏み外したものであり、その後の環境保全策にも影響を与えたということになるのではないかと思いますが、いかがですか。中谷防衛大臣。お言葉でございますが、十分丁寧に環境アセス調査を実施をいたしました。平成19年の8月にこの方法書をまず送付をして、広告縦覧、方法書の前のことを言ってるんですよ。そして、20年にこの現地調査、そして、認めてもらうのが平成24年なんですね。広告縦覧、これを、承認をいただく、もう十分これ時間かけました。でその間こういった手続きに瑕疵とか不備がありましたら、当然沖縄県の方からご指摘があるわけでございますが、そういった審査を経過をして認められたというふうに認識しております。委員長。赤嶺君。広報省以前のことを質問したら、広報省から話を始めて、これはもう、瑕疵があったことを自ら認めるような答弁のやり方ですよ。私が聞いているのは広報省以前の話を聞いているわけです。で中身もひどいんですよね。中身は、2007年に言われた方法書が、提出されました。沖縄県からあまりにも不備だということで2度にわたって、追加修正資料を提出せざるを得ませんでした。評価書の提出は2011年の年末でありましたが、沖縄防衛局の局長と職員が未明に県庁の司令室にこっそり運び込んでいたというものでありました。でその中でですね、配備される基地について方法書の段階から示さなければならないのに、最初は辺野古に配備される基地は CH46 ヘリで行われて、最後の評価書の段階になってオスプレイに変更になりました。住民や専門家から意見を聞く手続きは終わった後でありました。防衛大臣、後になってオスプレイを示した、その点は間違いないですね。中谷防衛大臣。これはオスプレイの配備につきましては、この平成23年の6月のアメリカの国防省による発表に至るまでは、米側から一貫して沖縄への同期の配備は可能性としてはあるものの、具体的に決まっていない旨を連絡を受けたところでございまして、まず承知をしてなかったということです。それからCH とオスプレイの話出ましたが、オスプレイの方が騒音は低いです、静かです。したがってCH とオスプレイの騒音の比較においてはオスプレイの方が
その被害は私は低いものだと認識をいたしております。それからこの手続きにつきましては、ご指摘のように何度も沖縄県からご指摘がありまして、手続きを踏んでやったものでありますので、私どもにおきましては埋め立て承認に至るプロセス、そういった問題、法的な問題、瑕疵があったというふうに考えてはおりません。委員長。赤嶺君。オスプレイが配備されるのを知らせたのはつい最近のことであって、ヘリよりもオスプレイの、騒音は静かだという個人的見解を述べられましたが、アメリカのデータなんですね。だって CH のヘリの場合には実際に飛ばしてみせたんですよ、辺野古の海を。オスプレイやりましたか。何の実証の検証もやってない。やってないのに私はあれ静かだと思います。そんなね、検証なしにそれが騒音被害がどうなるかという意見を封じるのはこれ自身が瑕疵ですよ。これ自身が瑕疵ですよ。しかもですね、最近になってオスプレイが、知らされたのは、最近になってだと言いますが、アメリカは平成8年からオスプレイの配備については日本政府に示しておりますよね。日本政府が事故ばっかり起こしているオスプレイの配備を今辺野古に配備すると持ち出したら、これは反対運動がさらに大きくなるから、それはやめてくれと言って鎖国合意の、草案にはオスプレイの配備とはっきり書かれていたわけですよ。それが鎖国合意の発表の平成8年ですよ。ずっと以前のことですよ。それが、オスプレイが消えてなくなった。しかしアメリカの資料によると、もうすでにですね、これは2007年の資料ですが、1997年の資料ですが、オスプレイのですね、鎖国合意の、翌年に発表されたアメリカの資料ですが、オスプレイがちゃんと配備されている写真も並んでいるわけですよ。環境アセスを徹底して、県民の意見も反映して、やるというのであれば、配備される基地についてもきちんとオスプレイであるということを方法書の段階から示すことは可能でありました。これを県民に隠したのではありませんか。中谷防衛大臣。とんでもございません。このオスプレイにおきましては、平成23年の6月6日の米国防省の発表後にですね、我が国としては承知をしたわけでございまして、このオスプレイの我が国における飛行運用に関しまして、地元に十分な配慮がされて最大限の安全対策を取ることについては平成24年9月に日米合同委員会で合意をいたしているわけでございまして、その後政府としては国民に丁寧な説明を行ったということでございます。委員長。赤嶺君。平成8年の頃からすでに日米間でオスプレイが話題になって隠し続けて、いや分かったのは、最近のことだと、隠していたなんてとんでもないと、そういう言い分が通りますか。私はですね、中谷さんとずっと安保委員会でやってまいりました。もう十数年前からオスプレイの配備について、時には中谷大臣に、答弁を要求し、時には一緒の委員席でやってまいりました。もう10年も前からですね、オスプレイの配備についてはアメリカでは決まっていたにもかかわらず、環境アセスには最後の段階になって、持ち出してきた。そして県民が意見を言う機会もなくなった。こういうようなですね、一時が万事、乱暴なアセスは法にかなったものではないと。辺野古の新基地建設は法律上の手続きの面でもですね、大いに問題があり、直ちにやめるべきだということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。